松阪市の歴史民俗資料館ではこの秋の企画展、天下統一の時代を生きた武将蒲生氏郷と松阪城、これの企画展を行っております。蒲生氏郷は織田信長に将来を嘱望され、豊臣秀吉に一目置かれ、そして徳川家康に次ぐ領地を有する大大名になりました。さて、この蒲生氏郷というのは一体どういう人物だったのでしょうか。今回はその人物像に焦点を当てて見ていきたいと思います。はい、それでは武将氏郷の肖像画2点紹介します。この真ん中にある蒲生氏郷の肖像画が最も有名な福島県の西光寺にある肖像画です。重要文化財になっている蒲生氏郷の肖像画です。そしてこの隣が松阪で最近見つけられた肖像画ですが、松阪商人の殿村家、それの末裔の殿村商家が描いた肖像画です。氏郷の肖像画を数点描いていますが、その中のうち2点がここに展示されております。この肖像画は昭和13年ぐらいに描かれたものです。続いて織田秀信奉行人伝書知行当て外状というものについて説明をします。この知行当て外状というのは、豊臣秀吉、丹羽長秀、池田恒興、柴田勝家という当時の有名な戦国武将が氏郷に近江の佐久間守信領のうち1万石を与えると、このような内容です。これは本能寺の変で織田信長の妻子を安土城から日野城に避難させた、その恩賞だと言われております。この当て外状は6月27日清洲会議が開かれた同日に発給されたものです。蒲生氏郷は希代の戦国武将だけではなく、利休私鉄の筆頭に数えられる茶人として、蒲生家の伝統である和歌を受け継いだ歌人として、当代一流の文化人でもありました。ここにある茶日記です。これは氏郷の自筆の茶の注文書です。右のところに草月と書いてありますが、これは当時名物として名高かった茶壺の名前です。極上白足袋とありますが、これは宇治茶の最高級品の天茶のことを言います。このお茶は同年3月宇治郷と徳川家康が参加した神谷宗誕、博多の豪商ですが、京都の屋敷で催された茶会で使われたといいます。この竹茶杓は宇治郷所用の伝承を持つ茶杓と言われております。本作は細身で優美な作りをしており、節の位置もかなり上部に配置されています。筒の表面には昨日約束の茶杓、これを進むと書いて牧書されていることから、贈り物として用いられた可能性があります。松阪市立歴史民俗資料館秋の企画展、天下統一の時代を生きた武将蒲生氏郷と松阪城、12月12日まで開催しております。その他にも松阪城歴代城主の書状、その他資料をたくさん展示しております。ぜひ、こちらへお越しいただいて、蒲生氏郷そして松阪城についてしっかりと学んでいただきたいと思います。